しめ縄の巻かれた、御神木、雪神社杉湯別名神社の御神木、天然記念物王東宮、森吉神のおかつらの古積神木とは、御神道におけるひもろぎとしての木や森を指し、神体のこと。またより大、神域、結界の意味も同時に内包する木々。御神木とも称される。一般的に、神社神道の神社、神宮の境内にある神体としての木や神聖視される。 木、その周りを囲む鎮守の森や、伐採をしないとされる木を指す。このほか、神社の所有地、民間の所有地にあって、民間伝承などの特別な、いわれのある木を指す。神社の造営にあたってその木材となる植林、または自生する特別に伐採された木を指す場合もある。ひもろぎ、岩倉信仰という自然崇拝も古神道の一部で、あり、神や、 命や自然に対する感謝や癒、意形から環境が変わる場所にある象徴的なものを木に限らず身体とした。この古神道から数千年を経る中で形式や様式が器としての神社や内面としての祭礼が外来の宗教の影響、または独自に確立され神社神道などになっていった。神のいる場所は社と言われる神道の神殿に移っていったが、 日本に数万ある神社は、もともとは、この古神道におけるひもろぎのある場所に建立されたものがほとんどであり、そのことから境内にひもろぎとしての神木や岩倉としての霊石やあるいは石文明かが存在し、祀られている。また、古神道と神社神道は、ある部分では共存し不可分でもあるため、神社によっては、社を持たず、 神木をそのまま身体として祀っているところもあり、また神社はなくとも自然そのままにある神木が多くの信仰を集めている場所もある。先端が尖った枝先を持つ常緑樹が神が降りる寄り台として神事に使われることも多い。玉串として最も一般的なものは榊だが関東以北では植生上榊が自生しないため、日キや小刀の木を用いることもある。 一般に玉串は神前に備えるために伐採された枝を示し、神木は大地に根を張ったままの状態を言う。神域、肝神木等は神の寄り台とされ、締縄などで特別扱いされている。社殿のない神域などではご神体として扱われている。なや餅の木、杉などが多い。このほか、伊勢神宮の神宮杉など、景観維持や、 荘厳さを醸し出すために寄り台とは別に、特別視された木などを神木扱いにしている場合もある。山などで仕事をする者にとって、山の神の寄り台として目立つ木を一時的に神木とし、祀る場合もある。神社神道における儀式で使われ、酒木や儀によって作られる御手ラも、ひもろぎというが、もともとは、古神道における自然にある神木の代用としての、簡易の寄り台である。 古神島において、ひもろぎは、神の宿る場所としての神域、または、とこよと現世の端境と考えれ、恐れうやまった。そして人や現世にあるものや、とこよに存在する神やまたは、現世にとって、かやや草を招く者が、簡単に行き来できないように、結界として、締め縄を張り、禁足地とした。現在でも、沖の島など、社や、神木や、 珍珠の森だけでなく島全体が金足地になっているところも多くある。祝福したい時を一定の期間だけ設けて、神木などの結界を時神を招くという儀式や祭礼を行うところもある。昔話など特別な言われのある木を指す。このほか、有名な歌人が歌に詠んだ木などが神木として扱われている。太宰府天満宮の梅など歌人が歌にした木などが多い。 神社等に何らかの関係のある人物が寄進した木などを神聖視し,し神木として扱われている。神社を造営するにあたりその材木となる木を神木扱いする。ありがとうございます。